今回は金沢市が近隣都市と合併すると平成の政令市の上位になる説の動画をお送りしていきます。今回はリクエスト企画です。古くから北陸の有数都市で知られる石川県金沢市ですが、周辺都市の大枠の違いもあって平成の大合併で政令市になることはできませんでした。そこで今回は白山市、野々市市、川北町、津幡町、内灘町を妄想合併すると他の実際の平成の政令市との実力差はどうなるのかを対戦形式で検証していきたいと思います。2023年の最新データで論より証拠の10連戦で実証していきます。1試合目、商業従業員数は新潟市の僅差勝ちです。飲食店数は拡張金沢市の僅差勝ち。昼間人口密度は相模原市の競り勝ち。一般診療所数は岡山市の僅差勝ち。実質交際比率は相模原市。金融保険業売上は静岡市です。拡張金沢市と新潟市と岡山市の三つどもえの勝利となりました。2試合目。課税対象所得は相模原市の僅差勝ち。運輸郵便業売上は相模原市の圧倒的。人口密度は相模原市が高い。地方税は静岡市の競り勝ち。製造業従業者数は静岡市の僅差勝ち。製造品出荷額は静岡市の勝利。相模原市が接戦を制しています。3点差の2位は静岡市です。3試合目、小売業売り場面積は新潟市の僅差勝ち。加重地人口密度は相模原市が強い。財政力指数は静岡市の競り勝ち。宿泊飲食業売上は拡張金沢市の競り勝ち。製造業現金給与総額は静岡市。情報通信業売上は拡張金沢市です。拡張金沢市の勝利。6点差の2位は静岡市。第3試合終了時点の順位、1位は勝ち点10、2位は勝ち点7、3位は勝ち点4、4位は勝ち点2、5位は勝ち点1、6位は勝ち点0で計算していきます。序盤戦を制したのは拡張金沢市。相模原市と新潟市が追う展開です。4試合目、年少人口比は熊本市の競り勝ち。年少人口は熊本市の僅差勝ち。学術研究業売上は相模原市の戦い。小売業年間商品販売額は岡山市の競り勝ち。歯科診療所数は新潟市が高い。1万人あたりの歯科医師数は新潟市が高い。岡山市の勝利です。10点差の2位は新潟市。5試合目、製造業アラフカ価値額は静岡市の勝利。1万人あたりの刑法犯の少なさは拡張金沢市。金融保険業売上は静岡市が高い。経常収支率は拡張金沢市。昼間人口密度は相模原市の競り勝ち。製造業従業者数は静岡市の僅差勝ち。静岡市が接戦を制しています。2点差の2位に拡張金沢市です。第5試合終了時点の順位、首位をなんとか保持する拡張金沢市に新潟市、静岡市、岡山市が迫ってきています。6試合目、製造品失格は静岡市の勝利。1万人あたりの交通事故の少なさは新潟市。複合サービス業売上はデータ不足。サービス業売上は静岡市が高い。卸売業従業員数は拡張金沢市の僅差勝ち。人口密度は相模原市が高い。新潟市の勝利です。5点差の2位に相模原市と静岡市。第6試合終了時点の順位、新潟市が首位浮上、拡張金沢市は2位に後退し、3位静岡市との勝ち点差1となっています。7試合目、農業工事は新潟市が高い。建築工事費は熊本市が高い。年少人口比は熊本市の競り勝ち。卸売業年間商品販売額は拡張金沢市の勝利。地方税は静岡市の競り勝ち。歯科医師数は新潟市が高い。新潟市の勝利です。6点差の2位は熊本市。第7試合終了時点の順位、新潟市が独走体制となり、拡張金沢市はなんとか2位を守る状態となっています。8試合目、1万人あたりの刑法犯の少なさは拡張金沢市。財政力指数は静岡市の競り勝ち。製造業アラフカ価値額は静岡市の勝利。インフラ業売上はデータ不足。出生数は熊本市の僅差勝ち。工業売上はデータ不足。静岡市の勝利です。5点差の2位は拡張金沢市。第8試合終了時点の順位、静岡市は2位に浮上し、僅差ながら拡張金沢市は3位に後退してしまいました。9試合目、建築床面積は熊本市が高い。製造業従業者数は静岡市の僅差勝ち。
交通事故の少なさは相模原市。商業年間商品販売額は新潟市の競り勝ち。小売業売り場面積は新潟市の僅差勝ち。加重地人口密度は相模原市が高い。新潟市の競り勝ちです。3点差の2位に拡張金沢市です。第9試合終了時点の順位、拡張金沢市が2位を奪還しています。新潟市の優勝が決まっています。最終戦。実質交際比率は相模原市。製造業現金給与総額は静岡市の僅差勝ち。農業畜産は熊本市が強い。製造品宿泊は静岡市の勝利。地方税は静岡市の競り勝ち。卸売業年間商品販売額は拡張金沢市。静岡市の勝利です。7点差の2位は拡張金沢市。全10試合の最終結果が出ました。新潟市勝ち点60、拡張金沢市勝ち点55、静岡市勝ち点53、相模原市勝ち点37、岡山市勝ち点32、熊本市勝ち点23。後半失速するも中盤での地位を守った新潟市が4回1位で優勝です。勝ち点5差まで縮めるものの、拡張金沢市は2位、僅差で静岡市が3位となり、この3市が拮抗した実力を示したと思います。4位には都会枠で相模原市が入り、ポイントでは上回っていた岡山市は5位、利点を生かしきれなかった熊本市は終始苦しい戦いとなってしまいました。この結果的には金沢市がもし合併していたら、平成政令市の上位実力都市に加えて最強になっていた可能性もあるかもしれません。周平自治体が優秀だから合併にさせだったとも言いますが、複雑なところです。拡張金沢市と東京都市のデータを全紹介していきます。出生数や年少人口は熊本市はかなり強いデータとなっています。人口密度計については相模原市が熊本市を上回って、人口増加率は岡山市が相模原市より上です。農業は新潟市が熊本市を上回っていますが、畜産だけは熊本市です。卸売業は僅差ながらも拡張金沢市がトップとなっています。小売業は金額では岡山市ですが、他は新潟市が強いです。製造業は静岡市の独壇場となっています。拡張金沢市は3位にとどまっています。財政等については相模原市と静岡市がやや高めとなっています。医療系については岡山市が高めです。犯罪、火事、交通事故の少なさについては北陸勢の拡張金沢市と新潟市が少なめとなっています。建築系は熊本市も高く、拡張金沢市も高めです。その他の経済指標は静岡市と拡張金沢市が全体的に安定して高めとなっています。この動画はここまでとなります。この動画を少しでも楽しいと思っていただけた方は、ぜひチャンネル登録をお願いします。他の動画もぜひ見てみてください。最後まで見ていただきありがとうございました。よろしければコメント、高評価、チャンネル登録などよろしくお願いいたします。